日本テレビ放送網日本テレビ那覇市局当局が入居していた琉球新報泉崎ビル日本テレビ那覇市局は日本テレビ放送網が沖縄県那覇市で運営している NNN 取材拠点。日本国内では佐賀県と並んで NNN 系列の民放局が存在しない沖縄県内の取材拠点で市局内では日本テレビの放送をリアルタイムで視聴できる。 また、沖縄県内に台風が接近の場合には、NNN の報道番組向けに、支局駐在の記者が、支局の前から生中継リポートを入れることがある。支局の正式な設置時期は不明だが、2015年12月9日、までは、琉球新大泉崎ビルへ入居。同ビルの閉館に伴って、くもじセントラルビルに移転している。日本テレビとシーサーのロゴが入った。 沖縄ナンバーの SNG 中継車が配備されていて、通常は、支局付近のリューボー、竜房、雲地パーキングの中に駐車されている。なお、沖縄県内では、支局設置後の1八十九年に、地元の有力企業十社などからの出資によって、南西放送が設立。NNN、NNS フルネット局としての開局を目標に、放送免許を優勢省へ申請していた。 もっとも、日本テレビが、経済環境の急変や局内事情などから、沖縄進出計画を凍結したことに伴って、南西放送は、申請を取り下げた末に破産している。日本テレビでは、沖縄が、アメリカ合衆国の統治下にあった1961年から、本土出身の琉球新報社会部記者、森口勝に、沖縄通信員として、沖縄全域の取材を委託。 森口は1963年から沖縄特派員として日本テレビへ正式に移籍すると沖縄の本土復帰に向けた動きを取材しながらドキュメンタリーの制作を始めた。1974年に日本テレビ本社の報道局へ移動してからも東京と沖縄県内を頻繁に往復しながら沖縄関連のドキュメンタリー制作を継続。 沖縄特派員時代から1990年に退社するまで通算で28本制作した。森口がフリージャーナリストへ転身してから10回したところによれば1965年に日本国内各総理大臣の佐藤栄作が沖縄を訪れるまでは在日米軍関連の事件や事故に関するリポートを日本テレビへ送っても 本土メディアの関心が低かったので、ニュースとして扱ってもらえなかったという。しかし、佐藤の訪問を境に、沖縄の本土復帰の機運が高まったため、日本テレビ本社の報道局から、沖縄のニュースを何でも送ってくれとのリクエストが相次ぐようになったとされる。ありがとうさようなら琉球新報社泉崎ビル。で、沖縄、2020年8月20日閲覧。 制作者研究、テレビドキュメンタリーを作った人々、第4回、森口勝沖縄を伝え続けた山トンチュ、沖縄、復帰50年へ。朝日新聞デジタル。https コロンスラッシュスラッシュデジタル朝日 .com スラッシュアーティクルズスラッシュ DA3S14978837 HTML2021 年7月18日閲覧。沖縄で、 地震、現地市局員が、当時の様子を語る。日テレニュース24 s、https コロンスラッシュスラッシュ www.news24.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2010スラッシュ02スラッシュ27スラッシュ07154341と、07 html2020 年8月発火閲覧。沖縄県政記者クラブ加盟者名簿、沖縄県。 ありがとうございます。